こんにちは、お久しぶり。はじめまして。アニメ関連の情報をネガティブ寄りにお伝えするこのチャンネルが今回取り上げるのはこちらの作品、新米おっさん冒険者最強パーティーに死ぬほど鍛えられて無敵になる。2023年9月26日にアニメ化が発表されました。 HJ ノベルスにて12巻まで発売されている小説が原作になる。どんな作品かといえば、タイトルの内容がそのままなのでここでは割愛しますが、今回発表されたアニメ化情報は一番最初としては満点の内容だった。ティザービジュアル、ティザー PV があり、制作スタッフとキャストも公開された。その中でもこのチャンネルが特に気にしているのがその制作会社だ。過去 HJ ノベルスを原作とするアニメといえば、異世界はスマートフォンとともに第1期をプロダクションリードが制作、第2期が JC スタッフ、うちの娘のためならば俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない、制作は魔法フィルム、神たちに拾われた男、こちらも同じく魔法フィルムが制作になる。どうだろうか、聞けば聞くほどアニメ好きな方なら当時の絶望が頭に浮かぶのではないだろうか。魔法フィルムはもうおなじみのアレな制作会社だが、 JC スタッフもヤバい時の方でクオリティもボロクソだったと、つくづくティアの高い制作会社に発注依頼ができない HJ ノベルスだが、アレな魔法フィルムですら受けられないぐらいアニメ化が飽和状態なのだろう。今作はあまり聞かないアニメ会社に発注している。それが夢田カンパニーだ。ここ最近は共同制作という形で名前を見たことがある人もいるだろう。直近の単独元請けで分かりやすいのだと2015年のゆるゆり3期があるが、第1期第2期の動画工房と比べ内容はどうあれ作画のクオリティはいまいちだった。共同制作ではあるが、マブラブオルタネイティブも特にひどかった印象だ。一応アニメ会社の体裁を整えてはいるが、まともな制作環境がないのが伝わってくる。これは個人的な感想だが、会社外観からも今時の作品を作れなさそうな感じで、1階には成果の卸会社があり、良くも悪くも古いアニメ会社特有の町工場みたいな印象だ。場所もアニメ制作会社の中心地からは遠く離れており、これでは若いスタッフは寄りつかないだろう。さらに余談だが、夢田カンパニーはアニメ関係者なら知らない人はいないだろうと言われているアニメーション制作進行クロミちゃんを制作した会社であり、白箱はファンタジー、現実はクロミちゃんと評価されている伝説の作品だ。夢田カンパニーが制作してきた作品がそれを象徴するかのように、時代に取り残されてしまった古き良きアニメの作り方をしてるスタッフたちが会社に集まっているのだろう。今回のティザービジュアルが少し懐かしい感じになっているのもそのせいかもしれない。そんな中、多分一番悲しむことになるのはこのままだと原作者様になるだろう。感無量です。アニメ化は高校生の頃、初めて小説を書いた頃からずっと叶えたかった夢でした、とアニメ化発表時のインタビューで語っている。悲しい、悲しすぎる。 HJ ノベルスのコネや予算ではこの辺りの制作会社が限界だったのだろう。原作者先生の夢を叶えてあげたいが、弊社ができる限界はここまでです、と。もちろん結果はまだわからない、勝手に悲観するなといえばその通りだ。しかし、ティザービジュアルやティザー PV を見る限り、本編が劇的に良くなることはないだろうなと思ってしまう。願わくば破滅的な作画や意味不明な演出にならないことを祈るばかりだ。先日動画で取り上げた角川のアニメ化大量方針もそうだが、これだけアニメが作りにくい状況の中でもまだ自社 IP のアニメ化を目指しているなんて、無理してアニメ化した結果悲しむのは原作者様やそのファンなことに気づかないのだろうか。皆様はどう感じたでしょうか。忌憚のないコメントをお待ちしております。それではまた気になったことがありましたら動画にしようと思います。バイバイ。